今日のタイトルが、その、万能ネギと、わけぎと記憶力というタイトルにしたんですけど、昨日その、ご飯をうちの奥さんというか彼女というかサイ君と喋ってて、その、万能ネギとわけぎって違うの？って話になったんですよ。ネギとかに切って入れる、細いネギあるじゃないですか。で、まあ、薬味に使うんですけど、で、万能ネギとわけぎって、そもそも違うのっていうので、で、調べた結果を言いますよ。これから調べた結果を言います。万能ネギというのは、万能ネギという、宮城県かなんかで商標登録されている種類のネギですと。で、わけぎというのは、玉ねぎとネギが合わさった雑種です。で、朝月という、わけぎのようなものもあって、で、その朝月も朝月という種類の細い、植物なんですけど、で、要は万能ネギ、わけぎ、朝月と3つありますと。で、球根があるのは朝月とわけぎです。で、要は、万能ネギは球根がつきません。で、わけぎと朝月は球根がつきます。で、わけぎと朝月の差は、わけぎの方が葉が太いです。で、この話をね、僕昨日調べた。で、今、さらっと言ってますけど、これ僕暗記してるんですよ。で、その、万能ネギと、わけぎと、朝月の違いを覚えることに、人生何の得もないっていうのをまず前提として聞いてください。で、じゃあ、なぜ覚えられたかっていうと、子供の頃、中学とか高校の場合って、その、じゃあ、その、わけぎは球根がついてるとか、朝月は球根がついてるとかって、同じことを言い続けて覚えるっていう、要は単語帳で、なんか、同じかの漢字をずっと書き続けて漢字を覚えるとか、単語帳を何度も見て覚えるとかっていう、反復練習で覚えるっていうのをやったと思うんですよ。その、中学とか高校の時に。で、僕、大人になってから気づいたんですけど、その覚え方、効率悪くて、大人になってから覚えやすいやり方って、忘れた時にどうやって思い出すかっていう覚え方をするんですよ。要はその、物事は大体忘れますと。例えばじゃあその、わけぎは球根がついてるを覚えたとしても、それを忘れた時の、その、回収の仕方がないんですよ。だって忘れたからもう答えないじゃんってなるんですけど、なので、忘れた時にどうやって思い出すかっていう思い出し方を決めるんですよ。で、その、僕がその思い出し方で、考えたのが、わけぎって玉ねぎとネギの雑種って言ったじゃないですか。で、万能ネギ、わけぎ、朝月。この中で、何かを混ぜたっぽい名前って、わけぎじゃないですか。要は、玉ねぎとネギが合わさった、分かれる。だから、わけぎ。なので、万能ネギとわけぎと朝月が出たときに、どれかが混じってるやつでって言われたときに、あ、わけぎが混じってるやつじゃんって分かるんですよ。で、わけぎが混じってる。で、何が混じってるって、ネギと玉ねぎが混じってるんですよ。で、ネギと玉ねぎが混じってるってことは、玉ねぎ混じってんだから、球根できるじゃん。だって玉ねぎって球根でしょ？ということは、万能ネギはネギなんだから、球根つかないじゃん。だってネギなんだもん。玉ねぎじゃないんだもん。なので、万能ネギは球根がありません。で、わけぎは、その玉ねぎとネギの合体したやつだから、球根がありますと。で、朝月って名前にネギが入ってないんですよ。だってネギじゃないから。要は、ネギは球根がありません。でも、朝月はネギじゃないから、球根つくんですよ。なので、玉ねぎじゃねえや。わけぎと朝月は球根がつくっていうのが推測でわかるんですよ。で、じゃあ、あとは朝月とわけぎの違いで、わけぎの方が葉が太いんですよ。で、わけぎの方がその葉が太い理由っていうのは、朝月は朝月という種類です。で、玉ねぎとネギのその愛の子がわけぎじゃないですか。ということは、玉ねぎっていう太い生き物の DNA を継いでるわけぎの方が葉が太いに決まってるじゃん。なので、葉が太いのはわけぎであるって覚えるんですよ。っていう
うので、その今万能ネギと分け木と朝月のあの違いと覚え方っていうのを言ったんですけど、多分3日後ぐらいに聞いたとしても、あの今1632人の人が見てるんですけど、多分1632人の人って万能ネギと分け木と朝月の違いを説明できると思うんですよ。いや、その、あの、合いの子になってる、玉ねぎとネギの合いの子になってるのどれっていう時に、万能ネギと分け木と朝月って、分けっていう言葉が入ってるから、二つのものを分けるから分けなわけじゃないですか。なので、あ、分けがついてるから、分け木だって多分気づくと思うんですよ。っていうのって、これって別に記憶力がいいとか、頭がいいとか、全然関係なくて、忘れた時の思い出し方を覚えるっていう。っていうのをやった方が、実は物を覚えやすいっていうのが、僕大人になってから気づいたんですよ。あの、子供の頃は僕そういう覚え方わからなかったんで。で、これってテクニックなんですよ。なので、で、その、塾とか学校、その、いい学校とかって、物の覚え方を教えてくれるんですよ。あの、水平リーベ、僕の船みたいな。その、水平リーベ、僕の船っていうと、その、あの、元素記号とかっていうのこうやって覚えられるよね、とか、あと、あの、なんか、陰州神官、なんちゃらなんちゃらみたいな、あの、中国の、あの、国のなんかあの、この陰とか州とか、あの、で、あの、なんか、宋とかって、あの順番も、あの、もしもし亀尾さんのメロディーをつけて覚えると覚えやすいみたいなっていうその覚え方っていうのを結構学校とか塾って教えてくれるんですよ。なのでその本質的な記憶力って高くなかったとしても結構なんとかなるテクニックを教えてくれるんですよ。なので頭が良くなくてもその大学受験ぐらいまでなんとかなるので学校教育っていうのには、あ、学校じゃないや、教育っていうのはお金を払った方が割と子供はなんとかなりますよって話は。